日本埼玉県秩父郡東秩父村、アドアドは埼玉県秩父郡東秩父村の大技。郵便番号は355-0374。東秩父村東部に位置する。北辺で、引群小川町、勝路、木部、笠原、飯田、真代と、東部で、引群小川町腰越と、南西で御堂と、西で奥沢と隣接する。ただし、北辺のほとんどは、 関の倉山の両線にあたり、車両の通行は不可能である。障子は宿、小滝、長北、大都、大佐は、在家が挙げられる。月川沿いに東西を貫く、県道11号線が東側でアドバシを渡り、小川町へ通じている。県道沿いと、帯沢川、入山沢の谷合いに集落が散在する山村である。月川沿いには狭い谷底平野が見られ、 水田が作られている。古くは平安時代に成立した大河原教玉川領竹光層に属したと言われる。縄文時代中期の集落跡である農技神社前遺跡、武州松山城城主江田市の家老山代が守るの、館と伝えられる山田館跡が残る。室町時代には木と和紙などを産し、八方城前世の16世紀中央には50日には、 六歳種が立ったとされる。江戸時代に入った後水美子、教皇年間には死も廃された。火星期には十二月二十五日の未死が立ったとされる。江戸期始めは天領だったが、完成十年より一部が旗本、亀石の治行となり、天領分は、文政十年より、立林主半領、高貨三年より、川越半領、慶応三年の前橋起場により、 前橋半領となった。武蔵田園墓による村高は332国余り、他に上船約1巻50分、原禄号町によれば403国余り、天保号町では406国余り。旧高級領取調べ町では、秩父軍大、木村飛田主支配として293国余りが、上州前橋半領として102国余りが、聖、岩寺領として五国余りが、 常盆事業として五国が計上されている。アド村は、分水嶺の東側にあるが、秩父軍の軍艦に属する外秩父15家村の一つに数えられている。明治時代に入って1884年4月1日、町村制志向に伴いこの秩父軍、御堂村連合湖町役爆域の3カ村は、合併して、大河原村となり、アド村は、大河原村の大技アドとなった。 戦後の1956年には、大河原村が月川村と合併し、東秩父村を新設、東秩父村の大技となった。昭和22年のキャサリン台風で被害を受けた。山地を出たところにある球場を意味する、球頭アドと書くようになったことに由来する。2015年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。地内に鉄道は引かれていない。 バス路線を使って小川町駅が利用できる。ありがとうございます。